でご覧いただくことにいたしましょう。今日はサードのポジションで守るというところで大山が、そして佐藤輝明はライトのポジションに回って、4番サード大山、5番ライト佐藤輝明というような布陣でゲームが始まって、先発ピッチャーは藤浪ということで大きな期待だったんですが、立ち上がりいきなり溝脇バッティング好調でうまくヒットで出塁しました。で2番の伊藤を迎えるというところで、この伊藤は三振取りまして、まずワンアウトを取りました。さらに3番の遠藤というところでしたが、出したグラブにうまく入りまして、中野から板山へというダブルプレーでこのピンチを逃れまして、今日はいいぞという感じでしたが、2回の表の中日、好調堂上がライト線へポトリと落とすヒットを放ちました。これが2アウトからでランナー1塁、フォアボールもありまして、ランナーが2人出ました。でこの後です、郡司を三振に取りまして、この2回、またランナーを置いたんですが、今日は粘り強いピッチングを見せるかというような感じでした。大山の今日の最初の打席、ピッチャーは梅津で、ショートへのライナー、まずまずの当たりで実戦最初の打席を迎えるということになりました。そして佐藤輝明の今日の最初の打席です。高々と打ち上げましたが、距離は出ませんで、センター伊藤へのフライということで、2人の最初の打席、まあ、しかしバットは佐藤らしく振っていった感じはありました。で3回ですが、まず石垣がダイビングキャッチ及びませんで、小畑の先に落とすヒットで出塁いたしました。でこの後満塁のチャンス、フォアボール、コントロールがままなりませんで、さらにはこの引っ掛けてしまうワイルドピッチで最初の失点ということになりました。もうボールの方は150キロを超えていくんですが、どの上にもフォアボールで押し出しということになりまして、非常に苦しい投球、岡林にも決まりませんで、またフォアボールという投球内容が目立ってしまいました。これで一挙に3点を許すということになりました。でこの後はまあ抑えていくわけですが、この回3点という、ここまででマウンドを降りざるを得ませんでした。で阪神の打線の方なんですが、4回の裏、ここまで梅津に抑えられてきました打線、バッティングのいいルーキーの中野、今日実に出てきましたが、中野らしくヒットで出塁、そして元気だったのが、糸井です。最初の打席もまず内容のある凡打だったんですが、2打席目はこれは会心でセンターの右へ、右中間への走塁も鋭くツーベースヒット、二塁を奪う、非常にこの後楽しみな糸井の打席となりました。さあチャンスに大山ですが、ピッチャーゴロに倒れました。ちょっとタイミングが合わなかったかという感じで、さらに佐藤はこれ落ちました。空振りの三振ということで、つながることができませんでした。さらに板山もここは満塁まで攻めたところで三振ということで、梅津が踏ん張る投球内容でした。5回堂上が打ったゴロが、これちょっとタイミングが合わなかったんですが、落ち着いた大山の最初の守備機会ということになりまして、守備の方でもこの後もゴロをさばきましたが、まずは無難ということになりました。さあそれでは打撃の方ではどうかということで、6回の大山、ここまでヒットはありませんでしたが、一塁にランナーを置いて、大山らしいこの三遊間のゴロのヒットも見せまして、実戦復帰の今日の最初のヒットということになりました。で3点を追う攻撃で、ここでランナー一塁二塁と攻めつける攻撃を見せまして、ここでロハスの打球はサードゴロ、何でもなかったんですが、股間を抜けるサードのエラーとなりまして、二塁ランナーが帰ってきて、まず1点、
今日はどうしてもこう乱れが出るような形での両チームの得点となって、これはロサリオがマウンドに上がってランナーを挟んでいったんですが、でこの連携が乱れまして、最後は挟まれているのは大山選手なんですけれども、大山選手の走路を石岡が妨害したということで、三塁ランナーはホームインということで2点目が入りまして、3対2となって、さらにランナーが残っての攻撃ということになりました。ここはちょっと中日に不手際があったかなというような感じの守りになりました。そしてこの頃二塁ランナーは追い詰めましたが、三塁ランナーが帰ってきまして、3対3の同点に追いつくということになりました。ロサリオが好判断の走塁ということが言えました。そして7回はこの遠藤佐藤の投球を捉えまして、ギリギリいっぱい、うまい打ち方で決めたホームラン、これが決勝点となる4点目ということになりました。遠藤の価値あるホームランが出たというこの場面でした。3対3のこのぐちゃぐちゃっとした点の取り合いから抜け出しまして、リードをいたしました。そして最後は三嶋が非常に今日はコントロールよく両サイドをつきまして、最後を締めるというような投球内容で、中日が阪神を下して、このカード5勝目を挙げるということになりました。まあ、7回の表の得点ですから、これは7回を締めました岡田投手が勝利投手ということになって、三嶋投手にセーブがつくという内容になりました。ホームランを打たれた阪神の佐藤が、この試合の負け投手ということになる一戦となりました。